Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved.
Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode. Conflict resolved. Activating combat mode.
Activating combat mode. Conflict resolved. 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 Activating combat mode. Yeah.
Activating combat mode. Complex dissolved. Activating combat mode. Conflict resolved.久しぶりだな。なんだよ、あんなのにやられるなんてさ。ファーストのようには戦えない。私はアンジールのコピー。コピー？ラザードだ。じゃあ、 ジュノンからホランダーを連れ出したのはあんた？なんであんなことを？復讐のためにはホランダーの力が必要だった。仲間を間違えたよな、あんた。まったくだ。まさかアンジールの細胞をコピーされるとはな。喜べ。プロジェクト G 直系だ。 不思議な感覚なんだ。私の人生を支配していた復讐のことなど忘れてしまった。代わりにあるのは君たちを助けたい、ジェネシスを救いたい。いや、もっと大きな気持ちだ。そう、 私は世界を救いたい。
不思議でも何でもないそれがアンジールなんだからジェネシスは女神の贈り物を手に入れようとしている。しかしそれは何だ。いや、何であろうと阻止しないとな。俺にはあいつが言ってることをさっぱりわからないんだ。どうしたらいいんだ。アンジールが導いてくれるかな。なるほど、そうだな。統括統括か。なあザックス、夢は何だ。そうだな、英雄になることだな。叶いそうにない、いい夢だ。何言ってるんだよ。力を貸してくれよ、アンジールと一緒にさ。みんなでやり遂げたら俺たちは英雄だ。少なくとも俺は認める。さてザックス、ジェネシスの居場所は？はっ？なるほどな。バカリンゴはバノーラでしか育たない。なんでまた。バノーラの土壌に原因があるらしい。ジェネシスはいつもバカリンゴを持ち歩いてた。なんで気づかなかったんだ。ずいぶん変わったもんだ。クラウドを頼んでいいか。ああ。なんだ。クラウドのことなら任せなさい。必ず私が守り抜く。降りたら戻れそうにないな。降りたら戻れそう。こんなのあったっけ。
どこへ続いているんだ。バノーラホワイトジュース全国農産物コンテスト加工品の部最優秀賞。へえ、すごいな。このジュースを考えたのはバノーラ村のジェネシス少年。はあ、すげえすげえ。ジェネシス少年のコメント、とても嬉しいです。でもジュースだけではなく、そのまま食べても美味しいんです。両親と一緒に英雄セフィロスにリンゴをご馳走するのが僕の夢です。ジェネシス。俺にできることはあるのか。